祝チャンネル登録者数1万人突破記念インタビュー企画。イエーイ。今回はインタビュー企画ということで、私愛な猫が日頃の皆さんの感謝の気持ちも込めていくつかご質問に答えていきたいと思います。いつもミュージックプラネットのチャンネルを、ご視聴いただいている皆様、ちょっと気になってこの動画を開いてくださった皆様、本当にありがとうございます。今日は一生懸命答えていくのでよろしくお願いします。早速いきますか。はい、お願いします。読み方間違ってたらあらかじめすいません。もみじひなださんからの質問です。名前の由来は何ですか？また呼んでほしいネーミングとかがあれば教えてくださいとのことです。はい、本当に大した由来じゃないんですけど、その名前の由来自体は自分の持ってる浴衣の柄と色で、名前を決めた時期がちょうど夏祭りの時期だったんですけど、で部屋の隅に自分の着ていく浴衣がかかってて、でそれを見て決めました。だから初めはなんかその愛なでしこってそのまま感じで活動してたんですけど、ちょっとなでしこっていうからじゃないし、ちょっと名前分けしてるなって思ったのと、あと結構なでこって呼んでくださる方が多かったので、それならもういっそのこと漢字じゃなくて分かりやすくひらがなでなでこにしちゃおうかなっていうことで愛なでこで今やってます。もう本当になんかもう本当に何でも嬉しいので、なんか結構でも前はその名字みたいなその愛の部分を取って愛ちゃんって呼んでくださる方が結構多かったんですけど、なんか今のその YouTube から見てくださった方でなでこさんとかって呼んでくれるのもすごく嬉しいし、あとそのたまに運営さんがそのあいなでちゃんって呼んでくださるのも可愛らしくて嬉しいので、本当に何でも呼びやすい呼び方で呼んでくださったら嬉しいです。お願いします。はい、じゃあ次聞きたいと思います。はい、はい、じゃあ次は生茶好きさんからの質問です。ありがとうございます。歌手を目指したきっかけは何ですか？結構そのやっぱ歌はちっちゃい時から好きで、お兄ちゃんとかと一緒にふざけてワイワイ歌ったりとか、あと友達とカラオケ行ったりとかでたくさん歌ったりしてたんですけど、なんか、改めていろんな人に自分の歌を聴いてほしいなって思ったきっかけは、いとこの姉の影響がすごく大きくて、実はそのいとこの姉が今その音楽、歌とダンスの方で一応事務所の方からグループでデビューをしてるんですけど、なんかその夢を実際そのやりたいってずっと言ってたのは知ってたし、歌もすごく上手でピアノも弾けてギターも弾けてってすごい憧れのお姉ちゃんだったので、なんかそういう存在が実際にその夢を叶えてるところを見て、なんか自分もそういうことをやってもいいのかなって思って、でそれで勇気をもらって結構このオーディション、ミュージックプラネットさんのオーディションに参加させていただいたなっていうのはすごい思います。じゃあ次ですね、ちょっとアルファベットでなんですけど GTKKMI さんからの質問です。いつもどういうことを意識しながら歌ってますか？そうですね、なんか、意識してることっていうと、なんか私にとってその歌ってる時間っていうのがなんか結構普段の自分と別人になれる時間っていうイメージが結構あるので、なんか普段が結構こんな変な人なので、その歌ってる時はその歌のイメージをなんかその歌手さんになりきるっていうよりはなんか曲のイメージを自分で膨らませて、でそのイメージにいかに近い人物できちんと歌えるかっていうのを、結構意識して、自分と別人の、その理想の自分っていうか理想のその曲の中の人に
なって歌えるかっていうのを結構意識して歌ってるような気がします。 ELTINST さん、ごはんチャンネルさん、同じ質問なのかな、からの質問です。どんな歌の練習をしてるんですか。結構なんか本当に歌は気づくと歌っているんですけど、家とかでも、でもなんかこうやっぱちゃんとその、まあ、そのレックをする前とか、あとなんかそのライブとかの前でちゃんと練習しようって思った時は、あのやっぱ客観的に、まあ、この YouTube 始めてから改めて思ったんですけど、客観的にこうあの自分の歌を聴くってすごい大事だなっていうのをすごい思ったので、なんかその練習してる時もきちんとこう自分の歌を録音して後から聴き直して、どういうとこが良くないのかなっていうのを確認するのって大事だなと思うので最近よくやってます。ハコフグさんからの質問です。ありがとうございます。どんな男性に惹かれますか。これ気になるんじゃない視聴者の方。あのそうですね、そうなんですか。あのまあ、でもなんだろう、タイプとかはちょっと、まあ、よくわかんないんですけど、でもなんかこう男の人も女の人も含めてなんかすごい笑ってる顔とか笑顔って本当にすごい、人の笑ってる姿ってすごい魅力的だなってすごい思うので、なんかこうふとした瞬間に見る笑顔とか、だからあと自分自身結構ツボが浅くていろいろ笑うタイプなので、なんか一緒にこうたくさん笑い合えるような人とかだったらいいなって思います、うん、あとそうなんかこう自分が優柔不断でいろいろ決められないので、なんかこう頼りになるなんかちょっと年上の大人の人とかいいのかなって最近ちょっと思いますね。なるほど。そろそろ時間が来たったので、YouTube チャンネルからの告知をアイノレちゃんから、はい、してください、はい、この度重大な告知が皆さんにあるんですけど、はい、じゃあいきます。なんとです、ね、チャンネル登録者数1万人を記念して、この度この YouTube の、ライブが開催されることが決定しました。やったー。はい、日時を、はい、日時ですね、はい、日時の方がですね、8月3日土曜日の、お昼の時間帯になるんですけれど、会場がですね、お昼の12時半からで、開演が13時からになっています。で、場所がアストロラボっていう、渋谷のライブ会場になってますので、ここでもういいお知らせがあります。チケット代の方なんですけども、なんと無料で来られます。かわいい。やったやった。ちょっとドリンク代は別でかかってしまうんですけれども、本当に無料で、来ていただけるので、よかったら気軽に、うん、またとない機会だと思うので、歌唱者の方々に私含め会いに来ていただけたら嬉しいです。で、出演者の方はですね、また後日スタッフさんの方から改めて告知があると思いますので、そっちの方確認してよかったらぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、まあ、初めの方も言ったんですけど、いつも本当にこのチャンネルをご視聴いただいて本当に本当にありがとうございます。これからもいろんな歌唱者さん、いろんな個性あふれる素敵な歌い手さんたちが、これからもいろんな歌を歌っていくと思うので、たくさん応援していただけたら嬉しいです。まあ、私含めもっとどんどん成長していけるように、皆さんに飽きさせないようにいろんな歌を歌っていくので、これからも応援のほどよろしくお願いします。もしよかったらまだチャンネル登録してない人はね、よかったらチャンネル登録の方と、あといいねもしていただけたら嬉しいです。じゃあ、まあ、この辺もう時間みたいなんですけど、じゃあこの辺でまたライブか
動画の方でお会いしましょう。バイバイ。じゃあねー。